岩渕友さん。日本共産党の岩渕友です。はじめにロシアへの追加制裁について大臣にお伺いをいたします。でウクライナの首都キーウ近郊で多数の市民の遺体が見つかったということを受けて、欧米各国がロシアに対する追加制裁を発動する方針を示しています。で EU は石炭の輸入を禁止する方針を明らかにしていて、米国政府もエネルギー産業を標的とした追加の経済政策を発表する見込みだと報道されています。で政府はサハリン の資源開発事業からは撤退しないというふうにしてますけれども、今回の民間人殺害によって国際社会で、より厳しい制裁が必要だという認識が広がる中で、政府として方針を見直すべきだと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。萩生田経済産業大臣。我が国としてウクライナにおいて多くの市民が犠牲になっていることを極めて深刻に受け止めており、強い衝撃を受けております。無辜の民間人の殺害は国際人道法違反であり、断じて許されず厳しく非難します。サハリン1とサハリン2については自国で権益を有し、長期的な資源の引き取り権が確保できるものであり、エネルギー安全保障上極めて重要なプロジェクトです。仮にプロジェクトから撤退してしまうと、同水準の価格での代替調達は困難であり、一層の資源価格の高騰を招いたり、権益をロシアや第三国が取得すると、ロシアをさらに利することとなり、有効な制裁とならない可能性があります。こうした考え方に基づき、我が国としてはサハリン1とサハリン2からは撤退しない方針を示しています。今後、我が国としてエネルギー安定供給を確保しながら、G7 をはじめとする国際社会と連携し、適切に対応してまいりたいと思います。岩渕さん。はい、情勢が非常に急激に変わる中で、やっぱり方針は見直すべきだというふうに思います。それでは法案について質問をしていきます。で貿易保険の目的は通常の保険によって救済することができないリスクを軽減することであって、もともとは輸出の振興策として実施をされてきました。で保険契約額の上位30社をですね、大手商社、大手メーカーや、メガバンク、あと大手損保会社が、主に占めています。で2020年度の保険金額のこの上位30社の資本金別内訳について、その割合がどうなっているでしょうか。経済産業省、飯田貿易経済協力局長。お答えいたします。2020年度の貿易保険の引き受け金額の上位30社でございますけれども、その資本金額の規模別の割合は1兆円以上が 10%、 1000億円以上1兆円未満が 50%、 100億円以上1000億円未満が 30%、 10億円以上100億円未満が 10% でございます。岩渕さん。はい、今の答弁にもあったように、資本金10億円未満というのは1社もないんですよね。でこの30社が占める引き受け保険金額の割合は 74% を占めています。で日本の貿易保険は、諸外国と比べて国がリスクを負う範囲が広いと。で貿易に占める保険の割合は 6% になってますけれども、米国の 0.2%、ドイツの 1.4%、イギリスの 3.9%、こうしたことと比べても、高いものとなっています。で、その一方で、じゃあ中小企業の引き受け割合はというと、件数で 15.3%、金額で 4% にしか過ぎないんですね。で、現行法では、直接投資先に生じた損害によって、本邦企業に損失が生じた場合のみ対象となってますけれども、本法案では、間接投資先の損失や、日本に貨物を輸入しない第三国向けの仲介貿易を新たに保険の対象とします。で資料の1をご覧ください。これ、本社企業の輸出高、そして第三国向け輸出高の推移なんですけれども、日本から の輸出額によって、日本企業の海外現地法人からの第三国向け輸出額が、2017年度には100兆円を超えるまでになってですね、この20年間で、まさに日本企業 の巨大な多国籍企業化が急速に進んでいるということが分かります。
で海外 の、 現地法人の内部留保の残高が、2018年には40兆円を超えるということで、日本国内に還流をしてないんですね。でその一方で、100% の政府出資ということなので、問題が何か起これば国民の税金が投入をされるということになります。でこうした実態から見ても、結局はその巨大な多国籍企業のリスクを一層貿易保険に肩代わりをさせるものになると。で際限のない国民負担をもたらすということになるのではないでしょうか。大臣お願いします。萩生田大臣。新型コロナウイルス感染拡大や国際情勢の急激な変化など新たなリスクに直面する日本企業の対外取引を後押しするためには、貿易保険によって民間保険ではカバーできない新たなリスクについても提言することが重要です。こうした問題意識のもと、グローバルサプライチェーンが高度化する中で、日本企業のサプライチェーン全体を強靭化する観点から、今回の法改正において、間接的な海外投資ですとか、仲介貿易における前払い購入契約も保険対象に追加することとしました。一方で、今回の法改正においても、保険料収入と保険支払いを中長期的にバランスさせるという収支相償の原則は何ら変わりません。このため貿易保険の対象範囲の拡大に応じた保険料を負担するのは被保険者でありまして、国民負担を前提したものではありません。引き続きネクシーが中長期的な収支相償の原則を維持しつつ、適切に貿易保険事業を運営できるようにしっかりと監督してまいりたいと思います。岩渕さん。今答弁いただいたわけですけれども、この海外投資保険について多国籍企業グループの損失まで保険の対象とするということがですね、日本経済と日本国民の悲劇となるのか。でまたその貿易保険法の骨格は維持しているというふうに言い切れるのか、非常に強い懸念を持つものです。で貿易保険は、これまでインフラシステムの海外転換を促進するための公的金融枠組みとして活用をされてきました。で特に第二次安倍政権以降、原発輸出プロジェクトをトップセールスで売り込んできました。で2001年度から2020年度までにネクシーが引き受けた原子力案件、これがどのくらいあるでしょうか。件数と保険金額の合計はいくらになっていますか。飯田局長。お答えをいたします。今ご指摘のございました2001年度から2020年度までにネクシーが保険を引き受けをいたしました原子力案件でございますけれども、件数につきましては合計で58件でございます。それから保険金額の引き受けの合計は約1700億円となっております。岩渕さん。はい、資料の2をご覧ください。今答弁いただいた数字がここに記載をされています。で今話があったように、案件は58件だと、で1725億円というふうになっています。でこれだけ の、 原子力の案件と金額に上るということなんですね。ところがですね、2018年度以降を見ていただければ分かるようにゼロになっているわけです。でイギリスやトルコや、ベトナム、計画されてた案件あったわけですけれども、これ総破綻をしているということなんですね。で一方で東南アジアを中心に石炭火力発電所プロジェクトの保険引き受けも行われてきています。で石炭火力発電所プロジェクトの保険引き受けは2015年度以降の公表分のみで、件数と保険金額の合計いくらになっているでしょうか。飯田局長。お答えをいたします。2015年度以降ネクシーが保険の引き受けを行った石炭火力発電所案件でございますけれども、公表されているベースでの件数は9件、保険金額の合計は約3500億円となっております。岩渕さん。はい、資料の3をご覧ください。今答弁があったように、合計で9件だと、で3547億円というふうになっています。でネクシーはこれを見ていただければ分かるように、パリ協定で石炭火力発電など、化石燃料依存からの脱却が欠かせないと、こういうふうにされた後も不法を続けてきました。で国際協力銀行と合わせて日本の石炭火力の輸出に対して
世界1位に、こうした規模での支援を行ってきています。ところがですね、まあ、現地では人権問題だとか、環境問題などが発生をして、私もインドネシアのチレボンの案件、石炭火力発電所の案件について、現地の方々から直接訴えを聞いてきましたし、質問も行ってきましたけれども、現地の NGO であるとか、まあ、国際 NGO からも批判の声が上がっているんですよね。で、本法案は、当事者の責めに帰さない自由により、まあ、生じた損失を補填事由に追加をして、対象費用も広げるものとなっています。で、石炭火力発電の輸出にあたって、まあ、相手国のエネルギー政策の変更などで、まあ、事業が中断をするだとか、まあ、事業が中止になった場合も、これ、当事者の責めに帰さない自由ということになるのでしょうか。大臣、お願いします。どちらが、飯田局長。お答えいたします。今回の法改正によりまして、取引の相手方の債務の履行地帯等が生じた場合、あるいはそれ以外のご指摘のあったようなケースにつきましても、それが輸出者の責めに帰することができない場合は保険金支払いの対象となります。委員ご指摘の石炭火力発電につきまして、石炭火力発電案件につきましても、こうした貿易保険制度の要件に当てはまる場合には、輸出相手国のエネルギー政策の変更も含めまして、保険金支払いの対象となりうると考えております。ただし、いずれにしろその実際に保険金をお支払いできるかどうかということについては、個別の案件に応じてその具体的な内容を確認し、ネクシーにおきまして審査をした上で保険金支払いの要否について判断をするということになります。岩渕さん。はい、今の答弁にもあったように、相手国のエネルギー政策の変更などでも対象になるということです。で、アジアの国々は、まあ、石炭火力発電よりも再生可能エネルギー、これを導入したいということを望んでいるわけですよね。で、インドネシアでは、まあ、石炭火力発電所の建設計画が非常に多いと。で、余剰電力に政府も困っているという状況だと聞いています。で、そうした中で今答弁にあったように、まあ、相手国のエネルギー政策の変更などで事業が中断したような場合にも対象になるっていうのは、これ問題だと思うんですね。で、2021年6月の G7 のサミットでの首脳宣言などを踏まえて、ネクシーは排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への政府による新規の直接支援は2021年末までに終了するということが確認をされています。ところがですね、政府は、まあ、季節の石炭火力への、まあ、アンモニア水素混焼導入支援は可能だというふうにしています。で、こうなってくると、結局は石炭火力発電を使い続ける、こうした仕組み作りをアジア各国に押し付けると、そのためにネクシーを活用するということになるのではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。萩生田大臣。そんなことは考えておりません。石炭火力発電の輸出支援については、今先生ご指摘の G7 の首脳コミュニケの内容などを踏まえて、昨年インフラシステム海外展開戦略が2025を改定をしまして、ネクシーにおいて排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への新規の支援は昨年で確かに終了しました。世界のカーボンニュートラル実現に向けては、特にアジア等の新興国のエネルギーの安定供給と持続的な経済成長を実現しつつ、各国のカーボンニュートラルに向けた現実的なトランジッションの取り組みを加速することが必要であります。この観点から経産省としては、昨年6月アジアエネルギートランジッションイニシアチブを打ち出し、アンモニアあるいは水素の混焼を含むあらゆる技術を動員した現実的なトランジッションに向けた具体的な取り組みを支援しているところでありまして、ネクシーもこれに貢献することが期待されます。引き続きパリ協定を含む国際ルールと整合的に、かつ相手国の実情に応じた対応をしていくことを通じて、世界の実効的な脱炭素化に積極的に貢献してまいりたいと思います。岩渕さん。
そんなことは考えていないという答弁でしたけれども、IPCC はね、先日の報告で、2025年までに二酸化炭素排出削減の必要性について強調しました。で、日本がインフラ海外展開戦略で、石炭火力に固執しているっていうことが、輸出相手のアジア諸国をこの戦略に巻き込むことになるし、世界の排出削減を妨害するものになります。で、そしてこれが雑草資産になった場合は、その被害に税金が投入されるということになります。で、気候危機対策に逆行する石炭火力発電所をはじめとしたインフラ海外展開戦略は直ちに見直すべきだ。このことを求めて質問を終わります。